郡市長の出馬表明を受け、県内の政界の反応です。4年前の市長選で対立候補の支持に回った自民党は、郡市長の1期目について次のように述べました。議員一人一人の、指摘あるいは提案に耳を傾ける努力をしてこられたのではないかというふうに、私はこれは議員として思ってます。一方で出馬表明を記者会見で行ったことには苦言を呈しました。議会で表明される、そのことが本来私にとっては市長の公式なお考えの表明、どういう候補が今後出てくるかわからない状態でございますので、緊張感を持って取り組んでいくことになる。前回郡市長を支援した民主フォーラム仙台と共産党市議団は、1期目の郡市政を次のように評価しました。4年間少数与党だったんで、運営は多分大変苦労なさったんだと思います。このいろいろ公約もおおむね達成したり道筋をつけてますので、引き続き継続ということで市長に選に出られることはもちろん歓迎したいと思っております。35人以下学級だとか、学校へのエアコン設置だとかね、子どもの医療費の、ね、対象年齢拡大だとか、長年の自民党姿勢の下では実現できなかった、それが郡市長になって実現したという点では評価をしているところです。また村井知事は、観光面での取り組みや新型コロナの感染拡大防止対策などで県との連携のもと取り組んできた、仙台市民に対しては2期目に向けて掲げる公約や施策の実現を目指して取り組んでいただきたいとコメントしています。